サディカー、タケミです。今日は皆さんに何の動画をお届けするかというとですね、マチマッサージの動画をお届けしたいと思います。タイは6月1日からフェーズ3が開始されまして、規制緩和の第3弾目ですねになるんですけれども、マッサージがいよいよちゃんと許可されたということで、一体どれぐらいの営業状況なんでしょうっていうのを皆さんにお届けしたいと思います。はい、今日は限定的にシーロムエリアになりますが、一般的な誰でも利用できるマッサージですね、マチマッサージをお届けしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まずはこちらシーロム駅の目の前にある大きな通り、シーロム通りから撮影していきたいと思います。サラデン駅の真下にある通りですね。こちらはちょっと何店舗あるかわからないですけれども、結構マチマッサージがあります。じゃあ早速見てみましょう。はい、ご覧の通り、まずは DJ ステーション前ですね。僕ここにマッサージがあるのはちょっと知らなかったんですけど、はい、こちらのマッサージは空いているようです。で、このまま先に進むと4個、5個、6個ぐらいマッサージ屋さんがあるんですが、はい、続いて2つ目と3つ目のお店です。はい、こちらも営業しておりますね。今のところ閉まってそうなところはないんですが、一つ閉まってましたね。はい、で、このまま進むとさらにまだマッサージ屋さんがあります。はい、続いてのマッサージの店です。頑張れ。はい、続いてここにもマッサージ屋さんがあります。がこちらも営業しておりました。はい、まもなくシーロムソイ4になります。こちらはマッサージ、まあいかがわしいマッサージだと思うんですけど、スタッフさんがいますね。なのでマッサージは空いてるかなと思います。はい、でソイ4はまだこんな感じです。はい、もちろんバーとかが営業許可されてないので、はい、なかなか入れない状況です。そして、はい、友達です。サルカップはサバリマイ、そうそう、はい、今日はワニマイヤンマイクだから OK。 はい、もちろん今のこと何かしたことはありませんが、そういう方のお店の方ですね。はい、ではここからまたちょっと早送りで進めます。はい、続いてこちらはパッポンナイトマーケットのあった場所ですね。ご覧の通りもう完全にありません。はい、では続いてマッサージ巡り行ってみましょう。はい、続いてやってきたのがシーロムソイ6というところになります。最近ここは男性ばかりのマッサージのお店が増えたばかりだったんですけれども、このコロナの影響でずっと閉まっておりましたが、ご覧の通り開いておりますね。はい、マッサージの営業はやっているようです。で、オイルマッサージがちょっと許可されているのかどうかは分かりませんが、フットマッサージとかあとタイマッサージは許可されております。はい、こちらも男性ばかりですね。はい、ちなみに女性のお客さんもご利用可能です。はい、こちらの通りで有名なのはプライムマッサージですね。この奥に行ったところにあります。はい、こちらがプライムマッサージの看板ですね。通常入り口はこの奥になるんですが、2つほど店舗がありますので、
受付は通常こっち側ですね。はい、はい、こちらも完全に営業しております。やっほー。さあ続いていってみましょう。はい、続いてこちらはタワンというお店があるところで有名な通りですね。こちらもマッサージはやっていそうかな。マッサーマッサーと言ってるんでやってますね。はい、こちらも営業しておりますので、ほぼほぼ今のところ 80%、90% ぐらい営業してるんじゃないでしょうか。はい、で続いてやってまいりましたのがシーロム通りと平行に走っているスリウォン通り、スラウォン通りですね、スラウォン通りです。はい、こちらは結構カラフルな服を着てるマッサージ師さんが多いんですが、こちらも営業しておりますね。はい、こちら隣の店はちょっと営業してなさそうですね。はい、はい、ぐるっと回ってきました。こちらが先ほどのパッコンナイトマーケット反対側ですね。はい、こちらがソイパッポン2?パッポンソイ 2? っていうんですかね、トワイライトから移動してきた新しいゲイストリートですが、こちらはまあバーとかゴーゴーボーイが多いのでちょっと営業はまだ難しそうですね。はい、このような状況でございます。じゃあちょっと戻りたいと思います。スリウォン、スラウォンに戻ってまいりました。このようにマッサージ開いておりますが、このスラウォン通りはちょっと他に比べると営業は少なそうですね。はい、ただ前以前のようにですね、いろんなカラフルなシャツを着た女性男性をやっぱり見かけるようになりましたね。はい、はい、でこちらぐるっと最初の場所から回ってきて、こちらがソイタニア、ソイタニアですね。はい、です。こちらも飲み屋さんなどが多いのでちょっと難しいですね、営業はまだ。はい、続いてはこちらマジックタッチっていうのかな、マッサージ屋さんです。はい、こちらは営業しておりませんが、もう一つですね、男性専用なのかな、あの男の子がたくさんいるマッサージ屋さんは奥にあるので、そちらは営業しているんでしょうか。はい、営業してそうですね。はい、ということでマッサージ屋さんに関しては 80% ぐらいも営業しておりました。よかったですね。ということでまた何かあれば撮影したいと思います。それではよかったらチャンネル登録もお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。